はい、どうも皆さん、シャチホリです。ツワサムロです。はい、でね、今インフルエンザナウです。まだ3月3日、今日は3月3日、ちゃんとこれの発売日、マイニンテンドーストアから、これ箱ね、パッ見た瞬間気づかれた方いるかもしれないですけど、箱が違います。マイニンテンドーって書いてますね。はい、で、真っ赤っかの箱ということで、はい、なんかニンテンドーっぽいですよね。マリオっぽい、うん、はい、ということで早速やっていきたいと思います。はい、ちょっとフォーカスが合わないな。よし、来た。ってことで早速開封レビューしていきたいと思います。あのね、商品持ってる時にね、そう、商品持ってる時に咳しちゃうと投げちゃうかもしれないから、うん、本当気をつけないといけない。はい、ってことで、あ、もう開けちゃったけど、もう一回行こうじゃらーん。はい、ってことで、おすごいよねこれね。僕実はね、ちょっとこだわったとこがあって、それがこのコントローラーの色なん投げちゃった。はい、仕切り直して、赤のコントローラーどっか飛んでいっちゃったんですけど、まだもう一個残ってるので、はい、ということで青です。これね、本当はね、あのちゃんと、スイッチのラインナップにあるコントローラーだと、これが、あ、ここだね、これが赤なんですよ。赤、そう、なんか僕マイティいやー、インフルエンザ辛いっす。もしね、予防接種打たれてない方いたら、毎年ちゃんと打ちましょうということでね。はい、ということで、まだ画面が残ってる。大丈夫、もう投げない、さすがに。はい、壊れる、さすがに壊れるわ。はい、ということで、画面です。画面というか、もうこれが本体なんですけど、はい、ちょっとファイヤーなくなっちゃった。はい、ってことですね。ね、スイッチのね、このソフト、これめちゃくちゃなんか苦くなってるんですよね。なんか子供の誤飲を防ぐために、任天堂がなんかソフトに、その苦い、あ、味覚にね、苦味にちょっと作用する何か、何塗ってるのかな。そう、まあそういうなんか成分、すごい苦い成分のものが塗ってるらしいんで、それちょっと検証していきたいと思います。よいしょ。ほい。で、まあ普通に裏側こんな感じでね、でかいなとか思ったんですけど、じゃあまあとりあえず舐めてみます。あー、やっあっ、いや、あー、声出てこれやべ、あ、にやばこれ、や、あ、やばこれマジで苦い。うわ、シャレならん、シャレならん、シャレならん。